ブーシェフル州のペルシア湾ン岸部。ブーシェフル州はイランの州。イラン南部にあってペルシア湾に長い海岸線を持つ。州とはバンダレ・ブーシェフル。寒下にブーシェフル、ダシティ、デーラム、キャンガーン、ゲナーベ、タンゲスターンの7軍を要する。1996年現在、人口は約74万4000人。 ギリシア語資料では、アレクサンドロス三世の武将、ニアルカスの戦いに関連して、メザンブリアとして登場する。1913年フランス発掘隊により、ブーシェフルはさらに、エラムの時代に遡ることが明らかになった。エラムでは、リアンの名で知られ、エラムの神を祀る神殿があった。リアンは、エラム時代には、インド洋交易の窓口であったものと思われる。メディア。 ハカーマニシュアサの時代にも、定住地が形成され、その一つは、バルダケスイアンフ城塞と名付けられ、ボラーズジャーンの北1 2トルに、キュロスの城塞が、同じく南西にある。他に、タールメル城塞、グーレドフタルなど不思議にパサルガダエのキュロス病のような、形をしたものがある。アルサケスアサ、サーサーンアサの下でもブーシェフルは重要な地であった。アルダシール一世紀には、 ペルシア湾の要項であった記録され、バフテ・アルダシールと呼ばれている。後には、リーベ・アルダシール、レーシャフルと名を変えて、海からの攻撃に備えて要塞化された。この遺跡は、今もブーシェフルの町の 10km 南に残る。ブーシェフルの歴史の転換点となったのは7世紀、イスラーム勢力の侵入である。タバリーやバラーズリーらしかは、リーベ・アルダシールが陥落したのは、 イスラーム歴19年から22年、ウスマーン・イブン・アビー・アル・イコール・アースの軍によるものであったという。タバリーはカーデシーヤの戦いとブーシェフルの陥落の重要性を比較さえしている。バラーズリーも同様にレイシャフル陥落後の戦利品がカーデシーヤの戦い以来例のない量であったとしてブーシェフル陥落の重要性を論じている。アラブイスラーム勢力の侵入以降、 この地域は衰退の時代に入った。16世紀のヨーロッパの到来まで、この地域に重要な出来事は起こっていないとされている。1506年、ポルトガルが侵攻して占拠した。これは、サファビー町のアパース一世による脱会まで続く。1734年までに、ブーシェフルは、アフシャール・アサのナービルシャーの下で、そのペルシア湾岸での戦略により繁栄を取り戻す。 ナーディルシャーは艦隊の母校としてブーシェフルを整備しバンダリ・ナディリアと名付けた艦隊建設のためにジョン・エルトンという英国人を雇いオランダの記録によれば造船所艦隊の人員は8000人から1万人に達したというナーディルシャーの死後オランダがブーシェフルを商業的拠点として良好な関係を保ち1763年イギリスが ザンド町のキャリー・ムハーンと条約を結び、オランダにとって変わった。この頃までにブーシェフルの町はペルシアアンにおけるイランの主要港として成長していた。ガージャール長期にはイギリス、ノルウェー、ロシア、イタリア、フランス、ドイツ、オスマン帝国が外交、交易拠点を設けていた。また、毎年、100隻 近い英国船がブーシェフルのドックに入っていたと記録されている。1856年、英国は軍を上陸させた。これを含めて英国は3度にわたってブーシェフルを占領している。2度目はイラン立憲革命の1906年である。これに対して暴動が起こり、その鎮圧のため1915年にも軍を進出させている。 イラン全土での繁栄運動により1919 19年には軍の撤退を余儀なくされ、1952年に最終的に拠点を閉鎖している。パフラビー城の成立と英国の段階的撤退により、ブーシェフルは再びその繁栄を失うことになった。イラン・イラク戦争では激しい損害を被り、ハールク島などは2834回にわたる爆撃を受けている。 バンダレ・アッパースに次ぐイラン第二の軍港バンダレ、ブーシェフルの復興以外でも、ブーシェフルは、脚光を浴びている。イラン・イラク戦争において、イランの主要石油石出港たる、フーゼスターン州の諸行は、大きな損害を受け、ハールクシマは、石油輸出の大対港として選ばれ、その機能を果たした。ただし、ハールクシマもイラク軍の空襲を免れなかった。 ブーシェフル系水路は、シーメンスの設計で、ロシアによって建設されたイラン最初の原子炉である。詳細は、ブーシェフル原子力発電所及び、イランの核開発を参照。州都バンダレブーシェフルの南 270km に、1。現在、7万人に上る、外国人技術者が働いている。南パールスが既に近接し、イラン政府はインフラストラクチャーに、 数億ドルを投資している。南パールスガス電は世界最大の天然ガス電である。アッサールイエ工業地帯にはアメリカン・アライド・インターナショナル・コープやハリバートンのようなアメリカ企業も制裁を迂回して進出するほどの投資案件と考えられている。ブーシェフルは独特の観光地となり得る。潜在性にもかかわらず観光投資があまりなされておらず、 未だ十分に観光資源が開発されたとは言い,い、がたいが、ブーシェフル市には、三つ星ホテル、空港があり、近代的な、快適な町である。イラン文化遺産協会には、州内から45箇所が登録されている。ありがとうございます。